こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。本日も日本プロ野球界の最新情報をお届けします。今シーズンから原辰徳監督の後を継ぎ、新たに巨人の指揮を取ることになった阿部慎之助監督。球界の名手、巨人軍を率いるという重責を担うことになります。巨人は2年連続で B クラスに沈むという緊急事態に直面しており、勝利が至上命題となっています。そのため阿部監督には今シーズンだけでなく、来シーズンもその次のシーズンも勝てるチームを作り上げることが求められています。そんな巨人の現在の状況を見てみると、阿部監督の下でレギュラーとして確約されている岡本和真選手や坂本勇人選手、門脇誠選手がチームの中心として試合に出場し、成績に大きく貢献しています。しかしチーム全体の調子には波があり、決して安定しているとは言えません。そのためチームは新たな戦力の育成にも力を入れています。中でも注目すべきは、桑田2軍監督が高く評価している選手たち。2軍で活躍中の若手選手が今後の巨人の戦力として期待されています。本日は特に注目される聖域とも言われるショートポジションにおいて、門脇選手のライバルとなりうる選手について紹介します。緊急に求められる打撃力。昨シーズン途中からサードにコンバートされた坂本選手ですが、今シーズンは怪我のリスクを考慮し、休養を挟みながら起用されています。阿部監督はやっぱり怪我されたら困る選手と語っており、これはチームの危機管理の一環であることがうかがえます。坂本選手の休養時には、昨年のドラフト4位で入団したルーキーの伊豆口優太選手や、4年目の22歳中山礼都選手が代役を務めました。阿部監督はこれら若手選手たちに、チャンスなのでアピールしてほしいと期待を寄せています。伊豆口選手は即戦力として期待され、オープン戦ではサードを含む複数ポジションを無失策で守り、攻撃面でも高い出塁率を誇っていました。しかし一軍では苦戦しており、守備では阪神戦でエラーを記録し、打撃では初ヒットまでに15打席を要するなど、まだチャンスを生かしきれていない状況です。その一方、中山選手は開幕を2軍で迎えましたが、4月上旬に1軍に合流しました。昨シーズンは78試合に出場して1軍での経験を積んだだけに、昇格直後からの活躍が期待されていましたが、打撃面では打率0割台と低迷。5月上旬には再度2軍降格となりました。昨シーズンの前半は門脇選手とポジション争いをしていたことを考えると寂しい成績です。門脇選手の打撃成績も好調とは言えません。昨シーズンの打率は2割6分3厘と、ルーキーとしては9打点でしたが、今シーズンはまだ序盤とはいえ、昨シーズンを下回る打率。 OPS も5割台とレギュラーとしては物足りない数字で、加えて昨シーズンと同じ失策を記録しており、プロの世界で継続して成果を出す難しさを示しています。ここで取り上げた3人の選手は、打線に勢いを与える点で物足りなさがあります。そんな中、2軍には打線に勢いをつけてくれそうな選手がいるようです。一体誰なのでしょうか。ドラフト12位、現在2軍で注目を集めているのが加藤蓮選手です。2020年の育成ドラフトで12位指名を受け、プロの門をギリギリでくぐり抜けた選手。
高校と大学時代には全国的に知られる存在ではありませんでしたが、身長181センチの体格、俊足、遠投115メートルという優れたポテンシャルを評価されて指名に至りました。当時の巨人スカウトも化ける可能性がある選手と期待を寄せていました。つまり本人の努力次第で大きく飛躍する可能性があったのです。入団後、加藤選手は3軍で地道に練習を重ねてきました。2軍に定着したのは育成3年目となる昨シーズンの夏以降です。支配下登録の期限が迫る中で本塁打を放ち、その存在感を示しました。これからもしっかり継続してアピールしていきたいと語り、支配下登録への強い意欲を見せています。またショートでの出場機会も増え、堅実なプレーが評価されています。昨シーズンは34試合に出場し、本塁打1本、打率1割9分8厘。守備ではショートで25試合に出場し、守備率9割9分1厘という安定した成績を残しましたが、支配下登録には至りませんでした。しかし、100打席以上立てたことは大きな収穫と言えるでしょう。育成4年目を迎える今シーズン、加藤選手はさらなる飛躍を期しています。4月中旬には2軍で打率3割9分を記録し、メディアでもその活躍が報じられるほど。育成ドラフトの2桁順位から這い上がる姿は、巨人ファンのみならずプロ野球ファンの注目を集めています。巨人に必要な男。加藤選手は巨人から指名され、仮契約を結んだ後、球団スカウトからまずは2軍でショートのレギュラーを目指してと期待されていました。足の速さと力強いスイングで鋭い打球を放つ攻撃力が評価されてきたのです。その期待に沿うようにルーキーイヤーから2軍の試合で本塁打を放つなど、すでにその才能を発揮しています。入団時の体重は80キロでしたが、現在は84キロに増え、さらなるパワーを身につけています。育成4年目を迎え、焦りもあるでしょうが、今シーズンは橋本2軍打撃コーチとともに、打撃力の向上に取り組んでおり、成果も現れています。4月29日の楽天戦では、ライトへの本塁打を記録。その一打について、直球を待ち、いい高さに来たボールを思い切り振り切ったと語り、配球を読んでの結果であったことを振り返っています。この時点で22試合の出場で打率3割4分6厘という素晴らしい成績を残しています。強い打球で逆方向にヒットが出ていると手応えも感じているようです。桑田二軍監督は、走攻守すべてにおいてレベルが上がってきている、今は二軍の柱の選手、取り組む姿勢も非常に良くなっているし、信頼できる選手に成長してきた、次に一軍へ送り出す選手の一人だ、早く一軍で活躍してほしいと加藤選手を高く評価しています。成績が上がると他チームからのマークも厳しくなり、5月以降打率が下降気味なのはそのためでしょう。しかし加藤選手の年齢からしても支配下登録を目指していることは確実。一軍のメンバーに食い込むためには今以上の勢いが必要です。加藤選手は攻守の面で昨年ほどのパフォーマンスは見せていませんが、5月7日に決勝打を放つなど、その片鱗は見せています。阿部監督も、あれくらい普段からがっついてほしいとコメントしています。25歳の加藤選手が阿部監督によって大抜擢される日が来るかもしれません。長いシーズンを乗り切るためには
競争に裏打ちされた厚い選手層が必要不可欠。加藤選手にはまず2軍で数字を上げ信頼を得ることが求められます。そして一刻も早く支配下登録を果たし1軍での華々しいプレーを見せてほしいところです。これからの加藤選手の活躍に期待が高まります。いかがだったでしょうか。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の最新情報をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。